筋肉の角度は45度。どうもタダチャンネルです。本日の食材はこちら。はい、こちらかまどーまなんですけど、足がもげちゃいましたね。捕まえてちょっとね、先ほど、こちらね、取れるね、結構簡単にね、後ろ足が取れるんですよ。ですっごい運動能力高いから、お湯で一瞬で締めたんですけど、ポロッと取れちゃいました。こちらね、夜の、狩りでね、取ってきたものです。カマドーマはね、結構肉食傾向も強い、めちゃめちゃ運動能力高いんでね、もう一瞬で逃げられちゃうんですよ。だからお湯でさっと締めたんですけど、もうポロッと足が取れちゃいました。このシンボルであるこの足が ね、僕的に、個人的にはね、これなんかあんまりキモくないんですよね、このカマドーマって。そうじゃないですか、なんかこの短いフォルム、体とね、そうそう、短い体とちょっと硬そうな感じ、ガチガチ硬そうな感じ、マシンみたいな感じがね、僕なんかこんなキモいと思わないんですよね。コオロギとか結構苦手なんですけど、もうこいつもね、そういう近い仲間なんですけど、個人的にね、なんかあまりキモくないと思うんですよね、この姿が。逆にかっこいいなぐらいに思いますよね、カマドーマ。まあ最終とか行ったら、夜ね、道路で引かれたミミズとかね、他の生き物を食べてるのをよく見ますよね。結構雑食強いんですよね、このカマドーマっていうのは。はい、本日は、ね、もう時間もお金もないんでね、このカマドーマをね、素湯で、もう何も工夫せず素湯でして、まあタレなりなんなりかけて味わっていこうかなと思います。まあ、新たな味の開発ということでね、味の発見をしようかなと思います。それではレッツクッキング。まずはお湯を沸騰させますね。まあ、結局ね、結局美味しいんですよ、どうせね、これも、昆虫結構食ってきたけど、そうですね、そんな、まずいってやつはいないですね。なんかみんなほんと香ばしい味ですよね、香ばしい旨味のある味。まあ、本当によく言うトウモロコシとかね、そういう穀物っぽい味もしますよね。まあ、一応昆虫もね、いろんな寄生虫とかの可能性があるんでね、しっかりと茹でましょう。それだけはね、気をつけていただいて。はい、じゃあ沸騰したお湯に投入。はい、後ろ足も、まあ、この薄っぺらい2-3センチ、 1.5 センチぐらいの厚さに入れたお湯が、まあ、沸騰しきるぐらいまでいきましょうか。心配なんでね、本当に僕がね、いつもどうやって食材をそう吟味しているのか、食材を選んでいるのかっていうのは、こういう風にしてます。本当にこういう風に、まあ、生き物を取ってきて、まあ軽くこう試食してね、こういうお湯とかに入れ、こういう簡単な調理でまず酢の味を確かめると、そしてどんなものかなっていうのをしっかりと確認して、いつもね、料理に挑んでおります。このルーティーンはマジで欠かせませんね、本当に美食家として欠かせないルーティーンですね。こう見てると本当カマドーマって本当かっこいいですよね、この立体的な長い手足ね。うわ、後ろ足ついた状態映したかったな。ほら、この背中ね、なんかこの隆起した背中ね。はい、まあほぼ沸騰しきりましたね、まあ、これでいいでしょう。今回は茹でなんでね、ちょっと姿がそのまんまですね。いや、美食家って言っても正直ね、気持ち悪いとかいう感覚は、まあ、本当にあります、人並みにあります。なんでね、この茹でるのが一番きついですよね。
茹でてる状態って本当姿そのままですからね。中身もなんつうの、中身の姿もそのままというかね、液体の感じとかね、まあ多分これはプリプリにこう固まってると思うんですけどね。じゃあまずはハードルの低いこの後ろ足からいきましょうか。この後ろ足ね、後ろ足とかほらこうね、虫って感じがまだ薄いというかね、まあ、こういう感じでね、いつも試食して、まあ、皆さんの動画に提供するっていう形になっております。いきます。めっちゃプリュって出てきた、ぎっしり。さすがに硬い、これは硬すぎるわ。うん、言っていいですかこれ。この食感といいね、この出てき方といい、マジでカニ、かまどーまマジカニですねこれ。カニの身をこう絞って食べてる時みたい。カニの殻ちょきちょき割ってビビビビってこう食べてる感じ。あ、カニですね。足マジでいけますね。美味しい美味しい、これは珍味です。かまどーまね、美味しい。ほらこんな抜け殻になっちゃった。かまどーまうまいわ。はい、そしてこちらのね、ちょっとハードルが高いですよね。これは内臓とかも取ってないですからね。まずはじゃあ頭からいきますよ。うん、あ、でも本当にカニですね。カニ、ほんで今までの、虫と同様穀物っぽさ、カニと穀物っぽさを混ぜたみたいな。やっぱりね、うん、似てるんだな、なんかそういう甲殻類って。そうね、処理なしですからね、なんか多少抵抗ありますよ、こうやって。まずはちょっと足を取り除いて、いただきますね。ああ、うん、大きいからね、身がでかいから恐怖はよりありますよ。でも中はね、いや、ほんと一緒一緒、ミルワームとかと一緒。まあでもミルワームよりすごいわ、このボリュームがえぐい。これん、お尻の方はカニ味噌、カニ味噌だこれ。めっちゃ一緒。頭部はなんかトウモロコシっぽい穀物な感じ、ミルワームとかと同じ穀物っぽい感じが強かったんですけど、お尻の方は、あ、マジカニ味噌だこれ。うん、カニ味噌の味。やっぱ比較的、まあ近いって言ってもかなり遠いけど、まあ、やっぱ昆虫とはね、どちらかというと、ね、動物、僕ら哺乳類とかより近縁ですから、やっぱ近い体の組成なのかもしれないですね。めっちゃ似てます、本当に。かまどーま、グッド。マジグッド。ごちそうさまでした。はい、ってことでね、かまどーまの素茹で。まあ、なかなか、いける味してますね。うん。次の料理に活かせたら、次の料理に活かせたらと思います。この動画がいいと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。バイバイ。